平岡洋一は日本の木金奏者。兵庫県天ヶ崎市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。妹はフィギュアスケート選手の平岡つゆ子。ミュージシャンの平岡誠二は、いとこの子。元来、東京の家系であるが、実業家の父、虎之助が赴任した天ヶ崎市で生まれる。父の兄が、 日本初の野球チーム創設者の平岡博士で、少年も野球の特訓を受け育つが、体格的に不向きであると分かり、野球の道は断念。小学校在学中に東京へ移住し、慶應義塾大学の中等科普通部に入学。この頃ピアノを始めるが、手が小さいためピアノにも不向きであると分かる。それでも、ハーモニカなどを演奏し音楽を楽しむうちに、銀座の映画館、 コンパル館で無声映画の伴奏をしている木金に見せられるようになり映画館に通う日々が続いた。中学3年の時に5円の木金を買い独学で練習を重ねる。余暇に上がる頃には学生主催のパーティーでの演奏をはじめ300円の輸入品の木金に買い替え本格的な演奏活動へと入っていった。大学は経済学部に進学。この頃には 平岡は多くのレパートリー曲を持つ木金のスペシャリストとなっていた。1927年5月、帝国ホテルにて最初のリサイタルを開催。1929年には当時、日の木舞台とされていた日本青年館でリサイタルを開催し、成功を収める。1930年6月、父に促されアメリカ合衆国へ留学。 レコード録音で稼いだ片道分の旅費に当たる1000円のみを所持しての旅立ちだった。9月に受けた NBC のオーディションで80人の中から選ばれ合格。翌年15分間のラジオ番組への出演が決定。この番組は放送回数が4000回に及びアメリカ全土の少年少女は陽一平岡の木金で目を覚ますと言われた。戦時中は NHK を通して 日本国内でも放送された。1936年12月、ニューヨークのタウンホールにて、独演会を開催。演奏は成功を収め、ニューヨークタイムズも絶賛した。この成功を受けて、相手の両親の許可を得ることができ、1937年3月に、日系アメリカ人女性と結婚。1942年6月、戦争のため交換戦で、日本に帰国。 ビクターと契約し、レコードを発表すると、日本でも平岡の存在が知られるようになった。また、戦時中から国内を演奏活動して巡り、1963年までに2000回を超える演奏会を行った。20年後の1962年11月、ニューヨークフィルハーモニーの独演者として、カーネキーホールへ日本人として初の出演。 翌年、永住権を取得し家族と共にカリフォルニア州に移住。5年後には市民権を獲得。日本とアメリカを行き来しながら精力的に演奏活動を行った。1978年、胃がんによりを全摘出。11月、君四等随法賞を受賞。1981年、73歳で生涯を終えた平岡のモットーは、 幸福と成功は努力して得ねばならぬであった。平岡は1935年製米国ガン社の木金を自身で改造して使用していた。同楽器は平岡の死後、ロサンゼルスの遺族によって保管されていたが、2003年、オーケストラニッポニカによる木金と還元楽のための競争曲において使用された。平岡の楽器は2005年に 東京フィルハーモニー交響楽団が同曲を取り上げた際にもマリンバ奏者の通崎ざむつみによって演奏され、これを機に遺族から通り先に譲られることになった。詳細は通り先の項を参照。ありがとうございます。